この番組は現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語る、聞くだけでちょっとギークになれる、そんな番組です。はい、えー、今日のテーマはですね、リモートワークが普及しない本当の理由というタイトルでお話をしたいというふうに思います。えーまあ、新型コロナの影響でですね、まあ、リモートワークが増えてきたというふうなお話は、えー、ずっと最近しているんですが、えー、LINE が協力してですね、やったあの全国一 アンケートこの結果からですね、実際リモートワークを実施している企業ってどのぐらいいたかというのが発表されて、それがたったの5%程度だったっていうことが明らかになったんですね。で、まあ多分この5%というのはおそらく都心しかほぼ対応できてないというような数字だというふうに思います。で僕自身もですね、まあ、地方の 企業でエンジニアをしているんですけども、現在の状況にもかかわらずですね、ほとんどの社員がですねワンフロアで出社して、本当にぎゅうぎゅうな感じで仕事をしているんですね。僕の仕事っていうのはウェブが中心なので、今すぐにリモートワークができる状況なんですよ。なんですが、会社に提案をしたところですね、検討中、このご時世で検討中なんですよ。それでやっぱ えとこれが今普通なのかなというふうに思い始めてですね、まあ、なんで、えー、なんだろうな、こういうリモートワークって広がらないんだろうということを、まあ、真剣にちょっと考えてみました。まあ、そこでですね、ちょっと、えーまあ、考えた結果というのをここで、えー、っとお話をさせていただきたいというふうに思います。ただ、まあ、注意点としましては、えーまあ、リモートワークができない業種というのは当然ながら、 多々あるといいううふうに思いますでなので、まあ、今回はですね、いわゆる、えー、ホワイトカラーですね、まあ、そういった企業、または、えー、企業内の、えー、社内組織っていうのを、えー、対象としています。はい、で、えーまあ、僕は考えてですね、最も大きい要因って何なのかっていうところなんですが、えーとですねまあ、コロナのやばさが理解できていない人が多い、まあ、これが、えー、かなり大きいというふうに僕は思っています。 でまあ、多くの人はですね、まあ、連日、えー、テレビなどでですね、まあ、情報はつかんでいるんですけども、えーまあ、頭の片隅ではですね、どこか、えー、一言というふうに思っている人が大半なんじゃないかなというふうに裸、えー、んで感じています。で、それなんでなんだろうかということなんですが、えーまあ、テレビとかの内容を見るとですね、まあ、国が、まあ、こんな政策を考えてますよっていう、まあ、そういった内容がほとんどなんですね。なので、えーとまあ、のこれからの展望 まあ、そういったことについての、えー、情報が薄いなというふうにな、まあ、印象を受けています。なので、まあ、ほとんどの人がですね、えーまあ、早く収まらないかな、いつになるんだろうぐらいにしか考えていないというのが、えー、現状というふうに思っています。なんですが、えーまあこれ、これから日本はどうなるのかというのは、あのーまあ、僕の考えですけども、あの世界の状況をよく観察すればですね、まあ、少し先の未来くらいは、えー、誰でもわかるというふうに思っています。例えば、 えとまあ多分このままの状況が続けば、ですねおそ、えー、らく2週間先の東京は、ですね、えー、今のニューヨークぐらいのレベルでやばくなるというふうな感じがします。で、今のニューヨークは、お、え、そ、ー、らく、えー、今のパリと同じレベルの死者が出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはですね、まあ、SNS とか、まあ、そういったものを使って、ですね、まあ、現地の状況というのをリアルに収集してですね理解できていれば、 まあ誰でも予測できる範囲なんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ今はですね、まあ、日本の死者というのは100人もいない状態なので、えー、まあそれらとは、まあ、あの規模が違うあ、次元が違うみたいな考えになっている人は、えー、多いというふうに思いますが、えー、これはそんなことを思っちゃいけないというふうに僕は思います。あのもし、えー、日本でもですねこの医療機関が機能しなくなった場合、ですね、えー、死者というのは、えー、急増するはずです。はい で、今、その日本はですね、その瀬戸際にいるというふうに思います。で、これは東京だけの範囲にはとどまらないと。日本全体に影響が出るというのは、もう避けられないかなというふうに思います。はい。で、もう一個あるのがですね、ちまたではその、アフターコロナっていう言葉をよく聞くんですよ。うん。で、コロナが去った後どうなるかっていう話ですね。なんで、今回のコロナウイルスをですね、どこかあの一過性とイメージさせる。 っていうこの言葉もですね、えー、もしかしたらちょっと悪いのかなというふうに僕は思いました。で、これ少しですね、そのニュアンスを変えて、えー、まあ、ウィズ・コロナ、うん、コロナと一緒に生きていくみたいな、えー、言い回しの方がいいのかなというふうに思いました。えー、なぜなんですね、まあ、なぜ今回、これほどウイルス感染が、えー、世界規模で拡大してしまったのかという、えー、その原因ですね、それって、えー、つまりところ、えー、人の移動がですね、大幅に広がった世界になったからなんですね。うんあの今まで この,、ね、あの世界がこれほど人が国中を移動する時代はなかったわけですね。で、そしてその人の移動というのがこれから縮小されるってことはまずありえないと。それどころかますますこれからどんどん拡大していく。もうそれはもう目に見えてますよね。なんで これからも、今回のようなウイルス感染というのは、もう常に人類のリスクになったというのが、正しい事実の捉え方というふうに僕は考えています。でまあ、そもそもね、今回の新型コロナの,あの,あのワクチンすらできていない状況なので、まあ、一過性と捉えるのは、まあ、あまりにもちょっとばかげているのかなというふうに思います。はいでまあ、情報リテラシーがないということが、最大要因なのは確かなんですが、もちろん、テクノロジーリテラシーというのも当然あるというふうに思います。 そそもそも、ね、これほどインターネットが普及した現在でですね、いまだにリモートワークすらできていないというのは、えー、っとそれはもう活用する気がないとしか言いようがないだと思います。あの本気で効率化を考えたらですね、インターネットとかそれに付随するサービスというのをフル活用するはずなんですね。うん、あの最近今更そのデジタルトランスフォーメーション、DX なんて言葉がバズワードになっているんですけども、 えーまあ、そんなのがね、今の日本企業の真実っていうのを、えー、映し出しているのかなというふうに思います。今頃バズワードにやってるってことがね。えーまあ、企業ではですね、その利益追求が最大の目的なんですが、まあ、いかに事業を継続できるかっていうのは、えーまあ、これも同様レベルで重要だというふうに思います。でそんなことはまあ当たり前なんですけども、えー、ほとんどの企業がリモートワークにすら対応してないっていうのは、えーまあ、これは本気で。 これを解決しようとしていない証拠というふうに僕は思っています。はい、で、この本気で考えてないに加えてですね、まあえて仕組みを変えたくないっていう思いを持つ人も多いというふうに思います。で、これは本気で効率化を考えていない原因とも言えるんですけども、えー、ま効率化をしてもですね、その従業員としてはメリットを受けないっていうことがまあ多いにあるというふうに思います。 もちろん効率化を成功してですね、売り上げとか利益が伸びれば、評価をされてですね、役職とかお給料が上がるってことはありえるんですが、しかし、ほとんどの企業で、本当の意味の成果主義を採用しているってところは、日本ではかなり少ないのかなというふうに思います。特に中小企業ではほぼないというふうに思います。であれば、仕組みを変えること自体がですね、メリットどころかデメリットになってしまうと。なぜなら、今までと違うノウハウを積まないといけなくなっちゃうからですね。 そういった思考からですね、効率化とか、事業継続、リスクを縮小するために、リモートワークしようという意見に対してですね、むしろ今までの仕組みを変えたくない層が反対してくるというふうになってしまうと思います。でさらにですね、そのリモートワークになると、大変なデメリットになる人が出てきてしまうんですよ。でこれは、リモートワークになるイコール、その成果はもうデータとして示せる実績のみというふうになってしまいます。つまりまず 本当に成果主義になるってことですね。で成果主義になれば、まあ、先ほどの理論で言うと、誰もが本気で効率化を考えますし、間違いなく生産性が上がるので、まあ、いいことだというふうに考えられます。なんですが、えーまあ、あの出社しているだけで、ただいるだけで、えー、仕事している雰囲気を出していた人にとってはですね、とても不都合な社会になってしまいます。まあ、ちょっと想像するだけでですね、もうリモートワークがその本当は 価値が少ない人材っていうのを浮き彫りにしてしまうってことは、まあ、誰でも分かってしまうことだと思います。まあ、こういったこともですね、まあ、リモートワーク推進の大きな障壁になっているふうに思います、はい。で、今回の結論をまとめますと、要因は大きく2つあります。リモートワークが普及しない要因。1つ目は、多くの人が単純に知識が少ないということですね。で、2つ目が、生産性の低い人が会社に多く存在するという事実。うん まあ、この際ですね、まあ。ということで、まあ、リモートワークが、えー、推進されるにはですね、もう、えー、トップダウンしかあり得ないというふうに僕は、えー、結論付けました、まあ。社長とかもしくは経営トップ層がですね、まあ、本気で事業継続について考えてですね、まあ、リモートワークできるようにしろとあの命令しない限りはですね、誰もやろうとしないというふうに僕は思います。えーまあ、新型コロナウイルスは、うんとまあ、悪い方すると、まあ、ガチで無能な、えー、経営者、 といいいいううのを問答無用にに退場させるかもしれな思まあ長い目で見るとこれは必要な新陳代謝となるかもしれないんですがこれをお聞きの方はですねぜひですね生き残れるように立ち回っていってほしいというふうに僕は思いますまずできることといえば知識を蓄えるということと自分の生産性を上げるこれを本気で考えてやっていきましょうということでしたはい。 えー、今日はですね、リモートワークが普及しない本当の理由という内容でお話をさせていただきました。えー、面白かったらですね、えー、いいねとフォローの方よろしくお願いします、はい。また聞いてください。それでは。